はい、皆さんこんにちは、こんばんは、GK です。今日は久々にウイコレをやっていきたいと思います。ウイコレ23回目の動画になりますね。今日でね、なんと26日目なんですけれども、もうすぐね、星5確定ガチャがログインボーナスでもらえるので、ただね、その前に今日仕事帰りにパッとスマホを見てみたらですね、なんとね、来てましたねなんと1500万登録記念のガチャがまだあるなんて僕は思ってませんでした。しかもね、強力な20選手から1人確定なんて、これは引くしかないでしょうということで引きたいと思います。今日1回だけですけどね、11連になりますけど引きたいと思います。選手ラインナップ見てね、ちょっとね、おしっこちびりそうになりましたよ僕はなんでロナウド選手でしょ、アグエロ選手でしょ、これしかも最近来たやつでしたね、リミテッドだったっけ。でインモービレ選手持ってないでしょ、カジュホン選手持ってない、ベルナルデスキ持ってない、デブライネ持ってない、でカンテ選手は持ってるんですよね。でラキティッチ選手も持ってない、ニゲス選手も持ってない、ワイグル選手も持ってない、でセルヒオラモス選手も当然持ってない。キミヒ選手はレギュラーじゃない方、バイエルンじゃない方は持ってるかな、あれバイエルン、ドイツ代表のやつだったっけ、僕は持ってるの多分ドイツ代表のやつだったと思ってんですけど、それは持ってます。で、これはね、結構被っても嬉しいかな、もし出てもね。サンドロ選手も持ってない、ベンジャミン・パバール選手持ってない、エルナンデス選手持ってない、デヘア選手持ってない、シュテーゲン選手持ってない、ノイア選手持ってない、ロリス選手持ってない、でブッフォン選手は持ってるんですよね。だから被ったとしてもブッフォン選手かキミッヒ選手かカンテ選手なんですけど、まあ正直ね、カンテ選手とかここら辺被っても嬉しいかな、限界突破すればいいので。なので、まあ正直ブッフォン選手が出ても別に限界突破かぶせればいいだけだから、まあ、誰が出ても正直嬉しいです。なのでもう引くしかないと思って、今回は最初に一発目引きたいと思います。もしね、余裕があったら2回目引くかもしれない、今回の結果によってはね、まあ、結果によってはっていうか、まあ欲しい選手いっぱいいるんで、誰が出てもまあ引く可能性はあると思います、次もね。でとりあえず今日は1回やっていくのと、一応ね、トレーニングキャンプちょっとだけやって、30% 契約書か、あ、30% ガチャか、手に入ったので、これだけ引いていきたいかな。まあ、やっぱり星4以上確定から引きましょうか、いつも通り。この2つ引いて、最後、取りとして11連引きたいと思います。いや、どうかな。いやー嬉しいね。いやでもチャンス、これほんとチャンスと思う。まさかこんなガチャ来ると思ってなかったんで、これ多分予告なかったと思う。最近予告ちょっと見てたんですけど、前ね、していただいたんですけど、あのね、ミッション追加はね、書いてあったみたいですね。僕がちゃんと読んでなかっただけでした。なんか勝手にテンション上がってましたね。でもやっぱね、知らない方がいいことってあると思うんでまああれはね、知らなくてよかったパターンだと僕は思ってます。なあー、でなんか、いや最近確率がまたちょっと収束してきましたね。いやー、こういうところでね、本当は引きたいんですけどね。30% あったらね、引けないといけないですよね、やっぱね。こういうところでやっぱ引けるか引けないかで星5の所持枚数変わってくると思うんでね。はい、ということでちょっと飛ばし気味に行きましたけども、さあここでね、ちょっと尺使いたいので、はい、じゃあ行きたいと思います。1回目ね、まあ、2回しか引けないんですよね。いやマジで金バタは最低出てほしいよね。金バタ出たのも熱いよ本当に。じゃあ出る確率の方が高いんじゃない、金バタ。ここでね、金の旗出なかったらね、ちょっとね、なんか嫌な感じっていうか、まあちょっと正直ね、ちょっと今後に響くよね、ここ引けないと。ここ引けるか引けないか本当でかいと思ってるんで、じゃあ行きますね、引きます。さあ行きましょう。おい、さあお願いします。よし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 、チャンス、これはチャンス、ほんと欲しい。いやマジでお願いします、金バタ来たよ。いやこれほんとあるんじゃない、クリロナとかあるんじゃない、クリロナ欲しいよね、もうそろそろ。いやマジか、ここで来るか。じゃあ1枚よね、さすがにね。さあ誰でしょうか、誰だと思う、みんな。いやもうね、もうワクワクしてるんですけど、久々旗見てよしよし、さあ誰でしょうか。もうそろそろいいんだよ。え、全然出ないね。うわ、星3ばっかり。
あー1枚だけか。で星4が1枚もないんか。じゃあ98以上確定ですね。これほんと大事よ。ここお願いします。ほんとお願いします。100超える。100超えてくれ。100超えてくれ。うおーし、デブライネ、ね、よし。いやこれは勝利でしょう僕の。しかも今のね合ってるイベントにピンズドで特攻でしょ。これ特攻カードでしょ。いやー嬉しいね。いやマジで嬉しい。これは本当にマジでいいんすか。マジか。デブライネ選手ね、確かねグローリー持ってたんですよね。僕ブレながら落ちるシュート、相手守備陣の頭上を越えるパス、ミッドフィルダーの全パラメータ一発強。強くないですか。いやそれは強いよね。グレード102まで来ましたね。カンテ選手の101抜きましたよ。これで僕の自己最高ですね。いややっぱ引いてよかった。いや思ったんですよ、6月末まで待った方がいいんかなと思いつつも、まあ、こんなチャンス多分ないと思うん で始めたばっかりの僕にとっては最高のガチャだったと思うんで、まあ、あれがね半分ぐらい持ってるとかならちょっと考えますけど、まあ、それでも引いた方がいいかもしれないですけどね。いやーちょっとテンション上がりますねこれはね。いやありがとうございます本当に。これ本当嬉しい。いや本当嬉しいよこれ。ちょっと待って、強化して絶対入ってくるから。いやマジか。いや正直ね半信半疑で最近引き悪かったじゃないですか。ずっと悪かったんで、まあ、僕が今日引けないかなと思ったよ正直。まあ、まだ引けないんかなと思って。でもね、まあ、こんなチャンスないじゃないですか。今まで僕が始めてきて1ヶ月間でこんなチャンスなかったんで、もう迷わず行くしかないなと思って引いたんですけど、まあ、それが良かった感じですね。うん、今回は良かったです。ありがとうございます。ここもね決めてほしいね。もう一個上行こう。あじゃあ FP10% アップでお願いします。あーそれはねちょっと、まあ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 文句言わないですよ。出ただけでありがとうございます。いやマジで嬉しいこれは本当に。ちょっと待って、どんぐらいまで上げれるんだろう。あんまり上げれないね。ミッドフィルダーでも結果どうなのかな。ちょっと待って、ミッドフィルダーのやつでも上がるんかい。ああフォワード扱いなのか。ああ違う、うん、あ違う、ミッドフィルダー扱い。これ全部使おう。全部使っちゃいます、贅沢に。あと余ってないかな。あー VR がある、全部使っちゃいましょうか。人立てる選手いないし。あでもこれぐらいしか上がりきらないのか。おおラッキー、60ぐらいも上がれ。おお58。いやーでかいねこれでもう。あー VR ここにあった、もう一個使えばよかったな。まあいいや、まあとりあえずいいや、ここまで上げてあとは普通に育てていこう自然に。いやマジで嬉しいです、ありがとうございます本当に。神様ありがとうございます。なんかね今日ねいい日らしいんですよ。大安でしたっけ。いやなんかねちらっとニュースで見たんですよ今日。大安かなんかの日なんでしょ。 やっぱねそういう日にガチャ引くのはいいんかもしれないですね、もしかしたらね。いや多分ね僕の視聴者さんにもこのガチャ引く人いると思うんですよ。まあみんながねほんといいカードね、いい選手引けたらいいですけどね。まあね報告待ってます。ほんと引いた人、2回引く人もいるでしょうしね。2回引いて例えばクリロナ選手出ましたとかね。やっぱね視聴者の方がねいい引きしてくれる、報告くれるとね僕もやっぱ嬉しいですよ。やっぱ見てくれる人がねいい引きしてるという報告はねほんと嬉しいっす。嬉しいんで、もしね引いた人いたら、なんかよかったら、結果がもしよかったらね、悪かった時は別に無理して書かなくていいんで、よかった時はあのぜひ書いてください。悪くてもね書いてもらっても慰め合いましょう。そこは僕もねいっぱいガチャ引きそびれてるんでね、まあ気持ちはわかるんで、はい。ということで、はい、今日はこの辺で動画終わりたいと思います。で、またね、イベントちょっと頑張って、はい、なるべく早めに出したいと思いますんで、動画の方ですね、次の方。ちょっとね、期間空いて申し訳なかったですけど、こういう形でね、埋めれてよかったと思います。あとね、今日動画撮る前にちょっとチャンネルの方をチェックしたら、登録者数が130人いってたんですよ。で、もう1ヶ月でね、チャンネル登録者が倍ぐらいになってて、もう本当に嬉しいんですけど、またね、やりがいになるので、まあ、どんどんね、あの、チャンネルが大きくなっていってほしいなと思います。思いますというか、まあ、チャンネルがね、大きくなるように努力しますので、これからもよろしくお願いします。ということで、今日の動画はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この辺で失礼します。お疲れ様でした。じゃあ皆さんもいい引きしてください。じゃあ、またね。